俺もヤマさんになる。なれるならなりたいよね。やっぱあのサングラスが似合う顔すごいよね。サングラス、俺もサングラスあるよ。やんの？あるよ。呼んで買ったよ。見して見して。おい。どこのやつ？ボンクレア。うわあ、いいもん買ってるね。サングラスはね、ブランド大事です。うん。ほら。ああ、なんか韓国のスターちゃんも韓流スターですよ、もう。アイドルっぽい。これにもう帽子かぶったら。帽子。あ。あ、もうそれでさ、これはもうだってその格好はもう完全に芸能人じゃん。芸能人っぽい。ちょっと不審者だなそれは。怖い。なんかさっきのあのさサンプルであったさバケットハット、うん、あれだったら多分スターで、でもその時点でちょっとなんかこれこの格好してたら日本で普通にめちゃ目立つよ。そうなんですけど、ね、何？あ、サングラス。ちょっと物かけてみてそれだ、ね。じゃあ。なんかすごいな。待って髪の毛長い。サングラスって全員スターになれるもしかして。みんなスターになれるんじゃない？サングラスサングラスってさ、似合う人もいるし、似合わない人もいるじゃん。似合ってる？ちょっと微妙。それでも逆にちょっともっとなんか色がある色があるサングラスとか。そう。若はやってみて、若。あ、お？なんかさ、なんか俺さ、真っ黒だからさ、50年前のアイドルみたい。褒めてる？まあ、多分。それ褒めてる？多分。それ褒められてる気分全然ないです。全然嬉しくなかったよ、今。あ、でもモンドが一番似合ってるね、多分。確かにね。モンド似合ってる。俺のものだからね。まあ、そうなんだけど、ね、モンドは似合ってるわ。サングラスある？俺、自分の？うん。あ、持ってるよ。でも俺のはもうちょっと細いかも。うーん、四角形っぽいやつ。